県内では今日新たに日曜としては過去最多となる2409人の新型コロナウイルス感染が発表されました自治体別では浜松市が839人静岡市が616人富士市120人などとなっています合わせて人人ででを超えるのは5日連続です。 先週日曜日より1260人増えました死者はいませんでした新たなクラスターは4件発生しています今日正午時点の県全体の病床使用率は42.8%となっています